どうも皆さんこんにちは、ドランファミリーです。今回は初めてのペッパーランチ、うん、ペッパービーフだっけ、ペッパーランチ、ペッパーランチ来ました。食べてみたいと思います。有名なのがこれだよね。これ美味しそうですよね。一つ頼んで食べて、あとみんなステーキ食べるから。ゆかりんこれでいい。え？あ、これお肉たっぷりじゃん。あ、これか。これでいいです。あとハンバーグとかもありますね。そうなんだ。ということでちょっと決めたいと思います。はい、とりあえず来ました。こちらがビーフペッパーライスです。これ普通盛りなのかな、 M サイズなんだけど、ゆうちゃんが頼んだのが大盛りなので美味しそう。え、これってもう炒めちゃうんでしょ。早く炒めちゃった方がいいんじゃないこれ。ちょちょちょ、こうやって炒めちゃう。混ぜちゃっていいんでしょこれ。混ぜちゃっていいんじゃないの、ね、食べ方みたいなの書いてない。ソースかけないでください。鉄板かこうなっても触らないようになります。うん、うまそう。また。美味しそう。美味しそう。ゆうたくんは？いいじゃん。いいよ。美味しそう、美味しそう。うん。うまそう。あ、いい香りする。うん。俺もこれ頼んでくれたの。あ、いいよ、食べようよ、一緒に。パパも食べたくなっちゃった。いただきます。お酒どうぞ、お酒どうぞ。お、うん、うまっ。結構胡椒が効いてます。本当、うん、あ、ピック、ペッパービーフだからそうなんだ、やっぱりね、うん、またちょっと言えなかったね。うまっ。そうだな、これ熱いよ、めっちゃ熱い。熱いよ、ほんと気をつけて。胡椒が効いてる。続いて、続いてステーキの 300g、うん、300g ました。これ、なんかこのピテトングがついてて、これでなんか焼くみたい、うん、ちょっとひっくり返してみるね。よいしょ、おお、いい感じ、いい感じ。おお、なんか屋内キャンプだな、これ。屋内キャンプだな、屋内キャンプ飯だな、これ。なんだこれ。おお、いいですね。こんな感じでいいのかな。うん、おお、パパもできたわ。おお、あ、なんかピピピピピってる。はい、いいよ、降りてこい。言わない。冷めちゃった。オッケーです。美味しそう。美味しそう。はい、そしてそして。すごい美味しそう。美味しそう。チーズのやつも頼みました。ベーコンチーズのライス。美味しそうじゃない？あ、もう固まっちゃってるんだ。あ、写真撮れなかった。うわ、すげえ美味しそうだよ、これも。めっちゃいい匂いする、美味しそう。めちゃめちゃいい匂いするよ。ね。それではそれでは、いただきます。美味しそう。ステーキ、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 うん、美味しい、うん、あ、みんなでお肉食べようよ、これ、うん、美味しい。これチーズのやつめっちゃ美味しそう。美味しそう、めっちゃ意味出てる。ちょっと食べは入る。いただきます。どう、ゆかり、美味しい？胡椒が来てる、急上、美味しい。美味しい？ほんと？あ、チーズのしょっぱさが、うん、結構効いてて、ほんと？美味しい。どう？うん、おいしいよ、僕も、うん、鉄板で焼かっちゃってレアではないけど、うんうん、おいしい。やっぱり難しいよね、うん、うん、あ、いい、
まず食べて、うまいわ、うん、これ辛い方のタレってやつだよね、うんうん、味違う？分かんない。多分違うと思われる。ペッパーラムチって前からある感じ。ある。あるね。うん。全然違うよ。辛い。辛いって。うん。熱い。熱いかもしれない。熱い。めっちゃ熱いよ、気をつけて。ほんと？あった、これ。なんか美味しいよ。美味しい？チーズの香りが。ほんと？よけ感じで。うん。そう？うん、美味しいよね。うん。うわ、うまい。しっかりめの味だけど。うん、うまい。美味しいよね。うん、茹でてるね。うん、美味しい。うん。うまいわ。これいいかも。うん。チーズご飯美味しいです。うん、うまいこれ。発見だな。うん。あれだから、ね、薄味的な感じになってるから、うんうんうん、あのソース入れて調整すれば、うんうん、ほんと、うん、自分の好みにね、ああ濃い人が嫌いな人はそのままでも全然十分美味しいしね、だからそういうのがいいと思う、うん、確かに確かにそれはある、美味しい、うん、美味しいよ本当に、うん、前から食ってたりがあって、うんうん、言ってたんだよ、うんうん、そうなんだよ、なんかね、ママと二人でほら休みの日はさ、ママといつも二人がだから今日何食べるって言った時にさ、あ、ペッパーランチ、ペッパービーフ食べたいねって言ってたんだけど、いや、家族4人で初めて食べるものはさ、絶対美味しいだろうから、うん、4人で行こうよとかっつって、あ、そっか、じゃあ今日我慢しようねっつって食べなかったんだ、うん、食べな、そっかそっか、うん、美味しいんだけど、よかった、家族で来て、うん、うん、で、美味しいよ、本当にコーン美味しいのか、なんでコーンがやたらと美味しいの、なんでコーンが美味しいコーンこんなに普通さ、こういうさ脇役っていうのは何、付け合わせ、うん、なんかやっつけのとこ結構多いじゃん、なんかプチプチしててすげえうまい、美味しいね、コーンが、うん、うまいわ、俺の好みの味、うん、いや、ほんとうまい、こんだけ食ったら5000円くらい、安いよ、ステーキ 600g に、うん、ね、いきなりステーキ、ステーキあげよう、家族4人で食べに行くと大体1万5000円はするから、ね、3倍はするよ、うん、3倍ぐらい、3分の1でいきなりステーキ、すごいよね、うん、ペッパーランチ、うん、食べる？ネタリー、デザートはパパ、全部食べたんじゃん、全品とパパ、全品じゃん、一番高いの頼みに入れるから、一番高いよ、バナナチョコになってる、チョコが甘クリームとかやめろよ元取れるのシュガーバター絶対元取れない嫌だね、癒やしいね、なんかね言い方が動画回ってんでしょ、これシュガーバター自体280円だったらどうするそれではごちそうさまでした、ごちそうさまでした、初めてのペッパーランチ2週目でございました、本当美味しかった、美味しかった、かったピンピラピン、ピンピラピラピン、いやクレープ買ってきました、買ってきました、同じの、同じの、美味しそう、あれ一つもアイス入りなの、アイス入りにしてもらった、そうなの、ね、やっぱりアイスがいいなと思って、モンブランのやつ、うん、全品330円だったので、うんうん、お得にゲットでございます、はい、パパさんコーヒーたつ飲みます、ママに一口だけもらうゆうちゅんがやっぱりアイス食べたいって言うからアイス買いに行きました、うん、でもとみちゃんとこれ先食べちゃいます、食べちゃいます、うん、それではいただきます、いただきます、くりくり、うん、ソフトゲーム、いただきます、いただきます、ねえ、食後のこれ330円安いくない、うん、安いよ、だってこんなん見ていっぱい入ってるよ、あんまりいいよ、ちょっとボリューム満点すぎるぐらいする、満点、うん、おいしい、ね、おいしくない、おいしい、うまっ、うわ
か超ボリューミーじゃない？ボリューミー。ペイちゃん生クリーム食べる？はい、ほらこれ乗せてあげる。それにそれではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食後のデザートまでいただいて最高でございました。ビビラビー。ああお腹いっぱいでございます。お腹いっぱいです。食後にお風呂入りに来ました。炭酸風呂入りたい。行ってきます。さっぱりしました。お風呂から出てきました。気持ちよかった。いいでした。いや最高でした。それではお家に帰って休みたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。帰ろう帰ろう。まずいやつで帰ります。